美獣たちの動きが鈍ってきた。外に出しておくのは危険か。美獣たちを。こっちも時間だ。わしが力を貸せるのはここまでだ。ナルト、あとはお前が。分かってる。あいつはこの手でぶん殴らねえと気が済まねえ。打ちかましてきやがれ。来い。戦闘開始。よっしゃ。周囲の力を使い切る。戦法超大玉螺旋火炎弾。貴様の敗北は時間の問題。勝手に俺の負けを決めるな。俺はまだやめる。できることは全部やる。お前には絶対だ。こいつ、なぜこれほど。まだ酔った。俺の計画をことごとく邪魔する。急に最後のチャクラを使い果たしたか。この勝負、俺の勝ちだ。チャクラがなくなってもな。俺の拳にはいろんな名前といろんな思いがいっぱいに詰まってっから、痛えぞ。行け、ナルト。ザラー！
渦巻きナルト。まさかここまでの力を手にするとは。だが俺の戦いは終わらん。そして憎しみも消えることはない。俺は俺の計画のためにこの歩み止まることはない。九尾と八尾はいただく。必ずな。逃げちまったか。だが、よ、よくやったな。ナルト、おい、大丈夫？あれだけやった後だ。そりゃこうなるだろうぜ。ふん、ほんと大したもんだぜ。お前はイオウ。以上が各戦場での戦果報告となります。多大な被害を受けましたが、ひとまずは奴に世界を奪われなかったことを喜びましょう。ああ、うちのナルトもキラー B も無事だったことだしな。とはいえ、ここに来て本物の内浜だらが出てくるとは思わんかった。俺たち五影の力をもってしても互角、危険な相手だ。そして偽物だった面の男か。どちらもいずれ再戦することになろう。忍び連合として相応の覚悟をしておかなければなるまい。来たるべき決戦に向け、さらに作戦会議を密にしましょう。また即戦力の忍びを生み出すため、各里の教育システムのすり合わせをすべきです。じゃあな。ここまで来たら出し惜しみするものは何もない。出し惜しみするものは何もないか。どうした、雷影殿。正直なところ、この連合を組んでここまで関係が強固になるとは思っていなかった。結局は各里が己の利益のために腹を探り合い動くものだと思っていた。戦争が終わればまた過去と同じ対立の関係になるものだと思っていた。だが結果はわしの考えを大きく裏切った。世界は本当の意味で一つになろうとしている。新しい時代、少しは期待していいのかもしれんな。新しい時代が本当に来るかどうかは今後の私たちにかかっている。まずはマダラたちを倒す。全てはそれからです。ああ、となると戦いの鍵となるキラー B とナルトの扱いをどうするかだが。そういえば、ホカゲ様、今彼は。あいつならまだ眠っている。本来ならキュービの影響もあって回復が早いのだが、今回はキュービのやつもよほど力を使ったんだろう。死んだように眠ってるよ。では。だが命に別状はない。じきに目覚める。そうですか、それはよかった。渦巻きナルト、世界はゆっくりだが動き始めている。お前が見せてくれた光が世界に届いている。平和への道は確実に存在する。平和はもう目の前だ。あれ、ここは。ああ、これは夢だな。時々あるんだよな、これは夢だってわかるやつ。つうか、なんだこれ、何も見えねえ。こんな変な夢見んのは珍しい。父ちゃん。
母ちゃん。父ちゃん。母ちゃん。わかってる。これは英雄の物語。迫る脅威にただの一度も臆することなく、大切なものを守るため最後まで戦った。これは英雄の物語。私の愛する英雄の物語。